こそいいにゃーん。拍手。全でやることっていうのを目標にやっている部活であるからこそ、この大所帯でも一人かけることなく楽しめるっていう部活がいいところだと思ってます。大阪桐蔭では楽器を吹くだけではなくて振りも一緒にするので大変ですが楽しいので頑張っています。年間の公演数が多いのでいい感じの緊張をしながら毎回の本番に挑んでます。